カルロス・マルティネス、カルロス・エルネスト・マルティネス、カーロス・アーネスト・マルティネス、1991年9月21日対、は、ドミニカ共和国コリナス・デルスール出身の、プロ野球選手、投手。右投げ右打ち。MLB セントルイス・カージナルス所属。ニックネームは、津波、津波。2月6日に、ボストン・レッドソックスと15万ドルで契約に合意したが、 MLB に提出した書類に、虚偽の生命、カルロス・マティアスと、青年月日を記載したため、3月1日に契約は、無効となり、MLB 球団との契約が1年間凍結された。4月20日にセントルイス・カージナルスと15万ドルで、契約。ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスで12試合に登板し、3勝2敗、防御率0.76だった。 は A 級で8試合に登板し、3勝2敗、防御率2.33だった。6月に A 級へ昇格、オールスターフューチャーズゲームに選出された。A 級パームビーチでは10試合に登板し、3勝3敗、防御率5.28だった。y A 級パームビーチで7試合に登板し、2勝2敗、防御率3.00だった。6月に、 AAQ スプリングフィールドカージナルスへ昇格。15試合に登板し、4勝3敗、防御率2.90だった。は AAQ スプリングフィールドで開幕を迎え、5月3日にメジャー初昇格を果たし、同日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。5点リードの7回裏から登板し、1回を投げ1、アンダム失点に抑えた。5月27日に、 AAQ メンフィスレッドバーズへ降格。7月11日に最小格し、7月25日に AAQ へ降格。8月8日に最小格し、同日のロサンゼルスドジャース戦に先発起用されたが、4.2回を投げ1本塁打を含む7アンダー4失点3死球と、結果を残せず、初黒星を喫した。8月10日に AAQ へ降格。 8月23日にジェイク・ウェストブルックが故障者リスト入りしたことに伴い最初を隠した。8月26日のシンシナ・ティレッツ戦で1点ビハインドの6回表から当番。2回を投げにあんだ1失点だったが、7回裏にカージナルスが一挙5点を上げ逆転したためメジャー初勝利を挙げた。8月28日に a 級へ降格。 セプテンバーコールアップで登録枠が拡張した9月3日に最昇格した。この年は21試合、中継ぎとして20試合に登板し、2勝1敗1、セーブ、防御率5.08だった。は、主に中継ぎとしてメジャーに定着した。6月中旬にマイケル・ワカ、ハイメガルシアが故障で離脱したことに伴い、 そこから7試合に先発登板したが、32.1イニングで、防御率4.45で、大炎上はなかったものの最長で6イニングしか、投げられず先発として最低限の仕事をするのが、精一杯だった。オフに、自己死したオスカータベラスと、同じドミニカ共和国出身で親しかったことも、アリセ番号を、18に変更した。は先発ローテーションの5番手として、 開幕を迎えた。前半だけで10勝、防御率2.52位の好成績を残した。オールスターゲームの34人目の選手を決める、最終投票で選出されたが、登板機会はなかった。9月25日のプルワーズ戦で先発したが、わずか7球を投げ、肩の痛みで降板した。その後60日間の故障者リストに登録され、チームはプレイオフに出場しながらも、 マルティネスは登板できなかった。この年、14勝、リーグ7位対、防御率3.01、同10位、チーム3位の179.2イニング、チーム1位の184脱三振を記録し、チームの地区3連覇に大きく貢献した。脱三振率9.2は、球団で、歴代3位の記録であった。は試合に先発登板して、 防御率3.0416勝9敗174脱三振、ホイップ1.22という見事な成績を記録。防御率はリーグ9位、勝ち星は同歩以外だった。また、脱三振はチームトップであり、先発ローテーションに並びいる実力派投手たちを差し置いてエース格として君臨した。開幕前の2月2日に2021年までの5年。 総額5100万ドル、2022年2023年に、それぞれ球団側選択オプションありで、契約延長し、2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシック、WBC のドミカ共和国代表に選出された。レギュラーシーズンでは、初の開幕投手を務めるなど32試合に先発。自身初となる、年間200イニング200奪三振を達成したが、 防御率は3.64で12勝と前年ほどは伸びなかった。開幕戦で8回途中無失点、5月20日のサンフランシスコジャイアンツ戦で9回無失点でも、白星がつかないなどの不運もあった。6月10日に先発したフィラデルフィアフィリーズ戦では9回に100.2メートル PH を記録したが、MLB では2008年のジャスティン・バーランダー。 タイガース以来9年ぶりの快挙であった。スリークォーターから、最速急速101.3メートル PH、約時速163キロメートル、平均96メートル PH、約時速155キロメートルのホーシーム、平均95メートル PH、約時速153キロメートルのシンカー、平均85メートル PH、 約時速 137km のスライダー、平均 87mph、約時速 140km のチェンジアップなどを使用する。ギガバイトパーセントがメジャー通算55%と高く、基本的にはシンカーなどで打ち取るピッチングスタイル。通算脱三振率は8.5とやや高く、脱三振能力もある。メジャーのスターターの中でも、 屈指の速球の速さを誇っており、2016年における平均球速は95.6メートル ph、約時速153.9キロメートルと規定投球回に到達した投手の中では、ノア・シンダーガード、ヨーダノ・ベンチュラに次いでの数値であった。通算対右ヒアップスが594なのに対し、通算対左ヒアップスは760と、 左打者を苦手としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。